10月24日にロシアとウクライナの戦争に関する情報を扱っているテレグラムチャンネルカリーマットに投稿され、ソーシャルメディア上で共有された動画には、ウクライナ空軍の旧ソ連製 S-4ESU-27 らしき戦闘機が標的に向けてミサイルを発射して飛び去る様子が映っている。この戦闘機の標的が何だったかは不明だが、カリーマットチャンネルは敵の空中目標に向けて空対空ミサイルを発射したと説明している。ロシアがウクライナに本格侵攻してから18ヶ月以上が経つが、両国は今も激しい空中戦を繰り広げている。ロシア軍にとって侵攻後すぐにウクライナの制空権を掌握できなかったことは最大の失敗の一つだ。ロシア軍の巡航ミサイルやドローンは今もウクライナ上空を飛行して各地の標的を攻撃しているが、ロシア空軍の航空機が危険を冒してウクライナ内陸部深くに飛行していくことは滅多にない。米国製の地対空ミサイルパトリオットなど西側諸国が供与した防空システムがウクライナに到着していることで、ロシア側にとって危険は増す一方だ。アタクムズでロシアの損失拡大。戦争中の兵器類の損失を集計するオランダのオープンソース調査会社オリによれば、2022年2月24日の本格侵攻以降、ロシア軍の航空機85機が破壊され、さらに8機が損傷を受けた。この他にはS-4ESU-25近接支援用攻撃機30機、S-4ESU-30SMO 用途戦闘機11機と S-4ESU-34 戦闘爆撃機21機が含まれている。この他にもヘリコプター102機が破壊され、28機が損傷し、2機が鹵獲された。この多くがウクライナ東部のルハンシクと南部のベルジャンシクにあるロシア軍の拠点に対して、ウクライナ軍が初めて米国製の陸軍戦術ミサイルシステム、アタクムズ、を使用した際のものだ。ウクライナ側の報告によれば、ロシア軍の損失はさらに大きく、ウクライナ軍は、ロシア軍の軍用機320機とヘリコプター324機を破壊したとしている。18ヶ月以上にわたる戦闘はウクライナ空軍にも被害をもたらしており、ウクライナ軍が敗北する運命にあると見られていた侵攻開始当初に多くの経験豊富なパイロットが犠牲になった。ウクライナ空軍は航空機やパイロットの数でロシア空軍に劣っており、それらを失うことは戦略的により大きな痛手となる。ロシア軍の攻勢弱体化。ロシア軍の攻勢弱体化、損害拡大で再編成化、東部ドネツク州。ロシアによるウクライナ侵略で激戦が続く東部ドネツク州アブデーフカをめぐる攻防に関し、ウクライナ軍のシュトゥプン報道官は25日までにロ軍の攻勢が弱まっていると報告した。シュトゥプン氏はその理由を、ロ軍が過去1週間に同州だけで約3000人の死傷者を出し、部隊の再編成に着手したためだと指摘した。ウクライナメディアが伝えた。ドネツク州全域の制圧を狙うロ軍は今月、同州の州都ドネツク近郊の都市アブデーフカへの攻勢を強化。ロ軍は5月に同州バフムトを制圧した5周辺でウクライナ軍に足止めされていることから、別の進軍ルートとしてアブデーフカの突破を狙っているとみられる。ただ、米シンクタンク戦争研究所や英国防省によると、ロ軍はアブデーフカ周辺でもウクライナ軍の抗戦に遭い、大きな損害を出して目立った前進を達成できていない。一方のウクライナ軍も反攻の主軸とする南部ザポロジエ州方面で8月下旬に集落ロボティネを奪還したものの、ロ軍の防衛戦に直面。当面の奪還目標とする小都市トクマク方面に前進できておらず、戦局は南部、東部とも膠着状態が続いている。ロシア軍アウジーユカ周辺で1個旅団分の兵力失う。ウクライナ軍が南部と東部で待望の反転攻勢を開始してから4ヶ月後、ロシア軍は形勢の挽回を図った。ロシア軍の第二諸兵科連合軍とそこに配属されている新ロシア8支配地域ドネツク人民共和国の部隊は、10日東部ドネツク州ドネツク市の北西に位置するウクライナ軍の要衝アウジンユーカ周辺を攻撃した。1個2000万3000人規模の旅団少なくとも3個が参加した。
ロシア軍の部隊はウクライナ側がアウジーイウカの北と南に周到に設けたキルゾーン、撃破地帯に直接侵入した。以後2週間にわたりロシア側は次から次に攻撃を仕掛けた。だがその都度ロシア軍の重体はウクライナ側の地雷やドローン、無人機、砲撃によって潰された。ロシア軍の損害はこれまでに装甲車100両以上戦死、戦傷者係数100人に上っている。死傷者は数千人規模に膨らんでいる可能性もある。ロシア軍がある区域で1日に出している車両や人員の損害としては2022年5月に東部ルハンスク州でドネツ川の渡河に失敗した時やその半年後ドネツク州ブフレダールでウクライナ軍の守備隊を吸収しようとした時に並ぶ激しさになっている。ウクライナの調査グループフロンテリジェンス、インサイトは1週間半の間にロシア軍は1個旅団規模の兵力を失ったと報告している。第2諸兵科連合軍が当初この攻撃に投入した人員、装備の3分の1が失われたということだ。対照的にウクライナ側の守備隊は、車両を数両しか失っていない。ただ歩兵部隊は比較的大きな損耗を負っている可能性がある。ウクライナの映画監督で現在は兵士として前線で戦うオレフ、センツォフはある接近戦についてこう述べている。多く、ロシア軍を指す、どもからは歩兵、装甲部隊が次から次に波のように押し寄せてきた。自分たちは幸運だった。あの日は何度も幸運に恵まれた。歩兵戦闘車の M2、ブラッドレー2両の援護を受けて包囲から脱出できた時も。けれどこの畜戦に参加した者がみんなこれほど幸運だったわけではない。アウジーイウカ攻略戦はロシア軍の大失敗になっているわけだがリソース不足が原因ではない。確かに第2諸兵科連合軍は DIY の歩兵戦闘車や試作品だった装甲兵員輸送車広志仏館に展示してあってもおかしくないレベルの古い装甲兵員輸送車なども少かなからず投入して入る。ロシア軍精鋭旅団引き剥がす。その精鋭部隊だが畜戦で用いている装備の大半は近代的なものだ。例えば T80 戦車 BMP2 歩兵戦闘車 BTR82 装甲兵員輸送車などである。地上部隊はかなりの規模の近接航空支援も得ている。独立した調査グループコンフリクト、インテリジェンス、チーム、CIT、によるとアウジーイウカのウクライナ軍陣地とされる場所に対してロシア軍の戦闘機が UMPK、汎用滑空修正モジュール、誘導爆弾を使って空爆を加えている。重量が 1350kg 以上もあるこの強力な滑空誘導爆弾はウクライナ軍が駆使している小型の滑空爆弾ほどエレガントで正確ではないかもしれない。それでもウクライナの軍人オレクサンドル、ソロニコによれば重たい弾薬が詰め込まれたこの爆弾はウクライナ軍部隊の間で最大の恐怖の一つになっているという。とはいえウクライナ側は堀を掘って身を隠し爆薬を積んだ一人称視点、FPV、ドローンの装備も十分整えている。アウジーイウカへの主要な接近ルートに地雷を埋めている点も重要だ。さらに火力支援を行う砲兵部隊は米国製やトルコ製のクラスター弾の供給も受けている。ロシア側の攻撃はほぼ毎回同じパターンをたどっている。ウクライナ側のドローンが上空から監視する中重体が前進してきて地雷を踏み混乱に陥る。そしてドローンが照準を合わせて攻撃しクラスター弾が降り注ぐ。アウジーイウカのウクライナ軍守備隊は持ちこたえている。ロシア側は、攻撃を続けているが大きな戦果は得られていないと CIT は説明している。ウクライナ側はこれまで通り防御陣地を維持し反攻は試みていない。ウクライナ側が反攻に出ていないという点は非常に重要だ。第2諸兵科連合軍はアウジーイウカへの攻撃を通じてウクライナ軍の反攻の中心となっている南部の前線からウクライナ軍の旅団を引き剥がそうとしている可能性があるからだ。これまでのところウクライナ側はその手に乗っていない。
ウクライナ軍は南部に配置している第47独立機械化旅団の一部をアウジーイウカへの増援に回したとみられるが、現在の反攻を停止してまでアウジーイウカでの戦いにより多くのリソースを割こうとはしていない。ここでの戦いはドローンや地雷大砲で制する構えだ。ウクライナの防衛者たちが見せた抵抗と技量はロシア側が畜戦で想定していたものよりもはるかに手強かったとフロンテリジェンス、インサイトは解説している。もっとも戦意は終わっていない。第二諸兵科連合軍も増援を得ており攻撃の手を緩めていない。CIT はウクライナ側にとって状況は依然として非常に厳しいとも指摘している。ロシア24時間で戦車55両、兵士1380人損失。ウクライナ侵攻を続けるロシア軍はつい最近4日間で戦車8両を含め少なくとも68両の装甲車を失った。1年8ヶ月に及ぶウクライナ侵攻でロシア軍は苦戦しているが、そうした中でも今回の損失は特に大きい。同期間にウクライナ軍が被った損失はロシア軍の10分の1と見られている。68両という損失車両の数はオープンソースの情報を分析しているアンドルー・パーペチュアがソーシャルメディアに投稿された写真や動画で確認したもののみが含まれている。ロシア軍の実際の損失はこれよりもかなり大きいことはほぼ間違いないだろう。この戦闘についてウクライナ軍参謀本部は19日から20日にかけた24時間で戦車55両を含む175両もの装甲車を破壊したと発表した。昨年2月以来ロシア軍が1日に失う戦車は平均してわずか3両だった。同軍はまたアウジーイウカ上空で少なくとも戦闘機5機を失ったと報じられている。兵士の死傷者数は車両の損失に比例している。ウクライナ軍参謀本部は20日までの24時間でロシア兵1380人が死亡したと発表。ロシアの侵攻以来双方における1日の犠牲者数としては最多規模だ。ロシア側の犠牲者増加の要因は明らかだ。ここ数週間各兵力最大2000人の78個の連隊と旅団がウクライナで最も防御が固められている都市の一つであるアウジーイウカを包囲し防御を切り崩しそうと試み続けるも失敗している。ウクライナ東部ドンバス地方にあるアウジーイウカはロシアの占領下にあるドネツクの北西に位置している。ロシア軍は連日戦車や戦闘車両の長い隊列を組んで挑んでいる。来たる日も来る日も地雷原を突っ切りミサイルで狙われるキルゾーンに入り込み大砲の砲撃を受け、そして爆発物を積んだドローンの餌食になっている。それでもなおロシア軍は部隊を送り続けている。これはウクライナ側のアウジーイウカ守備隊を側面から攻撃して切り崩し最終的には撃破することを目指したものだが、失敗続きのこの畜戦にロシア軍がなぜこれほどの兵力と車両を投入するのかははっきりしない。ウクライナ軍はアウジーイウカに少なくとも2個の旅団と連隊付属の大隊を展開している。ロシア軍の指揮官らはウクライナ軍が6月に始めた南部での反転攻勢の強化を阻止するためにウクライナ軍の旅団を多大な犠牲を伴う戦いに引き込みもうとしている可能性がある。ウクライナ軍はこの反攻を畜戦でロシアが占領しているメリトポリの北側に伸びる軸とさらに東側のモクリヤリ川沿いに伸びる軸で少なくとも約 16km 前進した。ウクライナ軍はまたドニプロ川の左岸や東部バフムートの南でも前進している。アウジーイウカの攻撃が本当にウクライナ軍の戦力を引きつけることを意図したものだとすれば、それはおそらく失敗している。ウクライナ当局はすでにアウジーイウカへの攻撃は戦力を引くための作戦だと認識しており、この軸にウクライナ軍が兵士を過度に投入することはないだろうと米シンクタンクの戦争研究所。ISW は指摘した。もしかするとこの攻撃は引き付けの作戦ではないかもしれない。ロシアは単に冬の到来を前にして大規模な攻撃の機会が減少する中で勝利を収めようと必死になっているだけなのかもしれない。
アウジーイウカの戦いで重要なのはアウジーイウカ自体ではない可能性がある。それはある意味筋が通っているものの実際には無意味な行為だ。ISW は仮にアウジーイウカを掌握したとしてもドネツク州の他の地域へ進軍する新たなルートが開かれることはないと説明している。だがロシアがアウジーイウカを象徴的な価値のために狙ったのだとすればそれはひどい誤算だった。多くの血が流れた作戦が始まって2週間が経過した今アウジーイウカが象徴しているのはロシア兵の死と大破した戦車だけだ。攻勢の初日にロシア軍は撤退することもできただろう。ISW の推定ではロシア軍は少なくとも45両の戦車や装甲車両を失った。だがロシア軍は攻勢を続けた。中隊や大隊が全滅しても指揮官たちは気にしなかったようだ。その意味でロシア軍のアウジーイウカでの作戦は今年初めの東部ドネツク州ブフレダールでの作戦と不気味なほど類似している。ドネツクの南西約 40km に位置するブフレダールではロシア軍の海兵隊が数週間ひっきりなしにウクライナ軍の守備隊に猛攻撃をかけた。ウクライナ側は突撃隊を砲撃。ある交差点にはロシア軍がウクライナ軍の攻撃に対応できなかった痕跡が残されていた。ウクライナ軍が数週間にわたってロシア軍に対する待ち伏せ攻撃を繰り返したこの交差点には破壊された十数両の戦車や戦闘車両の残骸が散らばっていた。激戦を経たブフレダールは今ウクライナ側にある。ロシア軍が制圧しようとできる限りの攻勢をかけているにもかかわらずアウジーイウカも同様だ。この戦いがどうなるかはわからない。ロシア軍は昨冬ブフレダールの占領に失敗し2つの海兵隊旅団の大部分を無駄に失った。だが春にはドネツクの北約 48km に位置するバフムート周辺での戦いでそれより多くの犠牲を払いつつも勝利を収めた。ウクライナ軍の旅団は時間を稼ぎロシア軍に死傷者を出しながらバフムートから撤退したためロシア側にとってこの勝利は割に合わないものとなった。キルゾーンが待ち受けるアウジーイウカに連隊を投入し続ければロシア軍は最終的には同市を制圧できるかもしれない。だが大きな損失を被った状態では約 970km に及ぶ前線での作戦に支障をきたしかねない。この速い死傷ペースが続く限りロシア軍は効果的な攻勢をかけるのに必要とされる水準を満たせるよう新兵を十分に訓練することができなくなると都営王立防衛安全保障研究所は指摘している。